他人の無責任な発言にイライラしなくなる方法、今日はこのテーマについてですね、ポイント2つご紹介したいと思います。第一に、人はなぜ無責任な発言をするのか。そして第二に、イライラしなくなる方法と、いうことで、僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しください。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さて、人はなぜ無責任な発言をするのか。まあこれはもうね、言葉の通りなんですけど、無責任だから無責任なことを言うんですね。自分にとって責任を負わなくていいことだから好き勝手なことを言うんです。あなたに対して、まあ、ああせえこうせえとかね、ああした方がいいよ、こうした方がいいよ、あの人とのお付き合いはやめた方がいいよとかね、あ、その仕事はね、絶対失敗するからやめた方がいい、あ、転職なんかね、しないでここにいた方がいいよとかね、とっとと転職した方がいいんじゃないのとかね、まあ、無責任にいろいろ言いますね。まあ、なんでかというと、無責任だからなんですね。じゃあ、その分ね、結果がうまくいかなかったら、ちゃんと責任取ってくれるのかって言ったらね、責任取ってくんないんです。じゃあ、責任取らなきゃあかんよっていうことだったら、まあ、ちょっと言葉、しみますよね、みんなね。まあ、例えば、会社の上司部下の関係でね、まあ、部下の仕事に対してね、あ、こうした方がいいんじゃないの、ああした方がいいんじゃないのなんてね、まあ、上司は結構思いつきで、ものを言う。それについてあなたもね、振り回されることを少なからずあるかもしれない。しかし、どうなんでしょうね、その上司の発言が責任を伴うもの。いや、わかりました、じゃあ部長ね、部長のご指示の通りにこういうふうに動くので、その結果納期が遅れたら部長が謝りに行ってくださいねとかね、部長がその分処分を受けてくださいねと、私全くそれはもう部長のね、指示命令に従っただけですから、私は部長の仕事は 100% を、やりますと、しかし結果が伴わなかったことに関しては、まあ、それは部長の責任だから、あとは部長が対応してくださいねって言ったら、まあ部長は多分発言に結構慎重になりますよね。まあもちろんね、そんなことばかりやってられないし、まあ全部がね、思いつくかというとそうじゃなくて、まあ上質で、価値のある意味のあるアドバイスであったりする場合もあるんでね、全部が全部無責任と言って、バンって切って捨てていいかっていうとそうじゃないんだけども、ただ基本的にはね、基本的には自分にとって責任がないから無責任に人は物を言うんです。まああとはね、もう親切っていうのもありますけどね。じゃあなんで、その無責任に物を言うのかっていうと、これもね、ちゃんと理由がある。まあ多くの場合ですよ、多くの場合、みんながみんなそうだとは言い切りませんが、ただ多くの場合、人はやっぱりね、こう他人と比べて自分のポジショニングを上に上げておきたいんですよね。人は社会的な生き物です。社会というのはやっぱり平等ではなくて、ある程度、まあ、適者生存であり、弱肉強食的なね、要素も少なからずある。自分の方が上でいないとやっぱりこう安心できなかったりするんですよね。やっぱり他の人に何か取られちゃうんじゃないかとか、他の人に奪われちゃうんじゃないかとかね、自分の立場が悪くなってしまうんじゃないか、潜在的にですよ、それを意識的にそうしてるわけではないんだけども、潜在的にそういう欲求がある。他人と比べて自分自身が優位でいたいんです。まあ優位でいたいため、つまりお相手に対してマウントを取りたいんですね。マウンティングしたいんです。だから無責任にね、ああせいこうせいとか言ったりするじゃないですか。それはああせいこうせい、それは君のためにこうだっていうことよりは、そういうことを俺は分かっているよ、俺は君にアドバイスできる立場なんだよ、私はあなたのことよく分かっていますよ、なんていうことのアピールでもあったりするんですね。まあ例えばあなたの仕事の業界とか、あなたのやってることについてね、あ、そこの業界ってこれこれこうだよねとかね、最近こういうことらしいじゃんとか、最近なんかこういうことで問題になってるよねなんていうことをちょっとこう上から目線でね、言ってくる人がいたりするじゃないですか。言わなきゃいいのにね、そんなこといちいち、でまあこっちもね、イラッとするんです。そういう話聞くとね、うるせえなみたいな、お前関係ねえだろとかちょっと思いながらも、そういうふうに言われるとね、じゃあでも言ってる人はね、何かっていうと、俺はすごいよ、私は知ってるよっていうアピールであって、あなたを攻撃するためじゃないんですよね。
まあ、さっきの上司部下の関係でもそういうことが少なからずあって、まあ、部下の仕事にねちょいちょいこう口を挟んできてみたりする、それは、まあ、さっきも言ったようにね適切なアドバイスだったりする場合もあるけど、多くの場合はねちょっと言ってみたいんですね。ちょっと口を挟むことによって、あ、俺はそれ分かってるよ、俺はその業界知ってるよ、俺はお前より仕事ができるし俺はお前より立場が上だよっていう潜在的にはですよ、潜在的な意識的にね、それをやってるといろいろ問題だけども、まあ潜在的なこうやっぱりお相手よりも優位でいたいという心の表れがそんな風に出てくるだけなんです。だから人は無責任でかつ思いつきで物を言う、そしてそれは無責任だから言うのと、あとはやっぱりねマウントを取りたいから言うだけなんですね。ということはつまりどういうことかというと、言ってること自体にあんまり意味はないですね。あなたを攻撃しようとか、あなたに適切なアドバイスをね、お伝えしようと思って言ってることって実はあんまりなくて、もちろんそういう場合もありますよ。そういう場合もあるけども、まあほとんどの場合はね、まあそういうふうにね、まああなたがイラッとするような話であると、まあ大体そういうねこうマウントを取って無責任に、言いたいだけと、いうことだから、まあ基本的にはねスルーすればいいんです。もちろんあなたがねアドバイスを求めたり意見を求めたりしたことに対してね返ってきたレスポンスであれば、それはお相手はあなたのためを思って、それが適切かどうかは別にしてね、お相手の立場でものを言ってくれてるわけだから、あなたが求めてる意見、あなたが求めてるアドバイスに対して返ってくるものはそれは無責任でも、マウントを取るためでもなく純粋にあなたに対してのお答えだから、それはそれで真摯に聞けばいいじゃないですか。そしてプラス仮に思いつきで言われたことだとしてもね、思いつきで言われたことだとしても、あなたにとって、あ、なるほど納得、確かにそういう考え方もあるよねと、まあ仮にそれが批判的な話であったとしてもね、あ、なるほど、そういうアプローチもありかと思えることがあるんであれば、それは受け入れればいいんです。まあそうじゃなければね、まあ基本的には、全部スルーしてもらってね、いいんです。だからイライラしなくなる方法、まあ今日のね2番目の項目なんだけども、イライラしなくするためには、まあ基本的には、まあ耳で聞いて華麗にする。他人の悪口をね、他人に悪口を言われた時とか、他人の悪口の噂話を聞いた時も、同じ話で、基本的には華麗にスルーでいいんです。そしてね、もう一つ、なかなかこうスルーできない時もあったりするじゃないですか。まあ聞くとね、イラッとする時とかね。スルーしたくても。その時は、まあちょっとね、あなたがお姉さんになるか、ちょっと、お兄さんになってあげればいいんです。あ、こいつなんか小せえなと。まあ小せえまで言うとね、逆にこっちは感じなくなっちゃいますけど、あ、なんか言いたいだけなんだっていうふうにね、思ってあげることです。あ、ちょっと背伸びをしてね、ちょっと自己主張してアピールをして自分のことを、あ、売り込んできてくれてるんだっていうふうにね、ちょっと思ってあげることですよ。あ、分かってほしいんだこの人、自分のこと。ちょっとね、まあお母さんかお父さんになってもらって、あ、よしよし分かったよ、あ、君が何かねこの中で、僕よりも上に立ちたいんだね、私よりも偉そうにしたいのね、分かった分かった、よしよしというふうに、まあちょっと思ってあげるぐらいの感じ。まあ実際にそんなこと言ったらねぶん殴られますからね、そんなことはしちゃダメですけど、心の中ではねそういうゆとりを持つこと、それはね、まあ誰にでもやっぱりそういう心のなんていうかな、動きっていうのはみんなあるんでね、他人がどうとかね、あなたの会社の上司に限った話じゃなくて、あなたの亭主だとか、彼氏だとかね、まあ彼女だとか、お友達に限っただけじゃなくて、あなたにも実はそういうところがあるし、まあ僕もね、話しながら、俺もはどうなのかなとか思うと、やっぱり自分もね、やっぱりそういうところが、ないとは言い切れないし、やっぱりありますよ。だからこそ、まあ自分自身も注意をしなければいけないし、また、やっぱりね、周りがそうあった時にそこにいちいち目くじら立てて、反応してイライラしないことです。ちょっとね、大人になってあげる。まあ耳で聞いて心でスルーする。お相手はね、あなたに対して悪気があるわけじゃない。そのことをね、知っておいてほしいんです。知っておくだけで、随分ね、こう余裕を持てるようになるし、ちょっとね、こうマウント取りたいだけ。そんなこともね、分かっておくだけで、もうちょっとね、冷静にそういう言葉に対して対応することはできるので、一歩引いたところからね、まあそういう人ってそういう性質あるよねと、まああなたもそうだし他の人もそうだし、まあ僕もそうで、
という中の中で生まれてくる、無責任なね、発言だったりするので、まああんまり目くじら立てずにイライラせずに、いるためにもちょっと、そういうね人の心の動きを知っていただきながら冷静に、一歩引いたところでね、見てあげると心穏やかに、人とお付き合いすることができるのではないでしょうか。